今日は、北朝鮮核の資金源という本をお出しになった古川勝久さん、国連の元北朝鮮問題制裁委員会、専門家パネルの元委員ですね。まずちょっとその本のご紹介を。ご紹介預かりました。ありがとうございます。古川勝久と申します。昨年の12月から新潮社より、私が国連で北朝鮮制裁違反事件の捜査をしておりました経験をまとめた本を出版させていただきました。北朝鮮核の資金源国連捜査記録です。僕もこれちょっと読ませていただいて、びっくりしたんですけども、ものすごく複雑ですよね、その資金のルートっていうのが。そうですね、資金のルート、あるいはその密輸で物を動かすルート、あるいはお金と物をこう連動させるルート、いろいろと一つの密輸取引で、物と金の動きをこう分けてみたり、結構いろいろと複雑な手法が取られてますね。北朝鮮といえばその最貧国なわけですけど、あそこがね、そういうこう核兵器を開発するだけの資金っていうのは、普通の手段では無理なんだろうなっていう素人でも思うんですけども、一言で言うと、どうやって調達してると考えられるわけですか？お金はですね、そもそも北朝鮮は天然資源が豊富な国なんですね。で、石炭一つ取ってみても無塩炭といいまして、やっぱり質が高い。90年代には日本の企業ですら輸入していたようなものです。ですから、やはり安くて質がいい天然資源、世界中にニーズがありますし、あとやはり北朝鮮が得意とするその武器、あるいは弾道ミサイル、このような技術またはノウハウ、あるいは製品、これを輸出する、顧客はアフリカ、中東、東南アジア、さまざまな国にありますので、こういうふうなその合法非合法を含めてあらゆる手段を用いてこの外貨獲得を励んできた。今もそれはまだ続いていると思われます。で、古川さんはその国連のスタッフとしてこの調査に当たられたわけですね。はい、そうです。それいつ頃からですか？2011年の10月から2016年の4月までです。私が所属しておりましたのは国連安保理の中に北朝鮮制裁を担当する委員会がありまして、そこと連動して、仕事さんの専門家パネルという8人のユニットみたいなものなんですが、ここに所属しておりました。で、日本はその国連のその制裁に参加してるわけですよね。もちろん、ところが、この本によると、どうもなんか日本が抜け穴になってる、何になってるということですか？残念ながら、やはりその側面は否めないですね。もともと2006年までは、日本が北朝鮮に対する制裁をこうぐっと詰めたのは2006年以降の話なんですね。で、それ以前というのは、かなり日本が北朝鮮の対外経済活動の拠点の一つだったという、事実があります。つまり、北朝鮮とのいろんな関係に、やはり非常に強い、利害を有している、ビジネスマンの方もいれば、他のいろんな研究者の方々もおられるわけですね。この方々は今もやっぱり生きていらっしゃるわけですから、まずそういう土壌がある。加えて日本政府はですね、この国連安保理決議というものを履行するときに、こういろんな既存の法律をこう継ぎはぎで拡大延長適用を図ってきたんですが、やっぱどうしてもですね、これはもう今の安保理決議が日本政府を含む国連加盟国に要求する義務と、やっぱり日本政府は既存の法律でできること、かなり大きな開きが今できている状況ですね。で、古川さん、この調査された後、その政府に対していろいろ勧告をなさった、勧告っていうか、助言をなさったわけですよね。政府高官の方、あるいは自民党の、拉致問題特別対策本部の方々などに、いろんなやっぱり現状を知っていただいて、日本のやはり抜け穴をやっぱり防いで、日本自身が安保理決議を完全に履行できるようにする必要があるということで、提言をまとめて説明させていただきました。
で、その後それは進捗があったんですか？私もちょっと最近になる前ちょっと知らなかったんですけども、はい、いくつか重要な進展はあったようです、うん。そもそもこれまで安保理決議が採択されても、はい、例えば省庁間でじゃあ日本国内でどういう対応が必要なんだというふうな関係省庁が一堂に集まるような会合ってはなかったんですよね。だからそれがようやく開かれるようになった、うん。従来どちらかというとこう外務省が窓口なので、まあ、外務省は声をかけない限り何も起こらない、うん、で実際ほとんど何も起こらなかったということなんですが、うん、今は、内閣官房の中の国家安全保障局という組織がありまして、まあ、そこが中心になってかなり頻繁に関係省庁が集まって、例えば疑惑貨物船とか石油タンカー船の洋上での、その瀬取りですね、北朝鮮船舶に洋上で石油を供給するとか、まあ、こういうことが行われて監視をする、うん、船舶の検査、貨物の検査、こういうオペレーションに関してはかなり進展があってですね、うん。ただ問題なのは先ほど申し上げましたように法律をいろいろと作らなければいけない、うん、改正しなければいけない、これ結構な作業ですよね、日本で。やっぱこのマンパワーをかけた作業どこがやるのかまだわからないです。うん、で日本国内もさることながら海外にやっぱり日本は積極的に出て、うん、東南アジア、台湾、中国、ロシアも含めてやっぱり安保理決議やってもらうためには実務レベルでいろんな協力しなきゃいけないんですが、まだこれも行われてませんので、うん、こういうところをどこがやるのかという、うん、いわゆる制裁の総合的な司令塔はちょっとまだ見当たらないかなという気がしますね。この国際的にはその国連が中心になってやってるわけでしょ、本来は。理論的にはそうですね、安保理ですね、国連安保理、はい、ただ15カ国しかありません、うん。で国連という組織はもう究極の官僚機構ですので、まあ、実に動きは鈍いですし、うん、国連全体が本当に集まって何かやる、例えば国連総会とかですね、うん、ありますけれども、うん、ほとんど関係ありません。やっぱりそれは、ね、個別の加盟国に働きかけて、うん、ちゃんとやっぱやってもらうという努力を絶え間ないですけれども、うん、ここはやるしかないんですね。日本以外にあまり熱心にやってるとこはないんですか？まあ、日本も掛け声は熱心だったわけですが、うん、日本もね、本当に実質的に熱心に取り組み始めたのは私の見てる限り本当に去年とかですね、そのあたりだと思いますが、うん、アメリカ、日本、まあ、ヨーロッパとか韓国と、まあ、一応ですね、うん、それなりの法律を持って安保理決議を履行するということは先進国は大会スカンカやってるわけですが、うん、まあ中東アフリカあるいは東南アジアはじめ中央アジアもそうですが、うん、中国ロシア言わずもがなですが法律がない、まあ、そもそもその、うんうん、国連安保理決議を履行する国内法がないという前に法による支配というその法による秩序の体系そういうものはないんですね、うん。そこにこの国際法だけちゃんとあると言ってもやはりそもそもそれができる土壌がないというふうにはあまりにも多いのでかなり時間がかかるプロセスではあります。この本を拝見すると中国がそのむしろ北朝鮮をこう陰でバックアップしているような様子もあるんですか？いや私が入った初期の頃はそういうふうな印象が極めて強かったです。ただやはり金正恩が政権を取って、うん、もう中国の言うことを聞かなくなってから特に、まあ、中国と北朝鮮のパイプを務めていたチャン・ソンテクという金正恩の叔父ですね、この叔父をこの金正恩が処刑した後は、うん、やっぱりだいぶこう北朝鮮と中国の距離感ってどんどん年を得るごとにこう開いていったというのが印象ですね。以前であれば中国はもう北朝鮮のことをいろいろと守っている、うん、だけど金正恩になってから以降は、中国企業とか中国人が制裁違反で名指しされるのを防ぐので精一杯北朝鮮のことを守っている場合ではないというふうな
感じのニュアンスが、うん、いろいろとやっぱりにじみ出てましたね、いろんなところで。ただロシアの方は徹底して守っていましたし、はい、今も守っています。あ、そうなんですか。意外とちょっとここは理解されてない、うん、世の中では中国がね、なんか裏にいるみたいなことよく言われますけど。そうですね、まあ、私どもからしたら同じです、2カ国は。中国は北朝鮮とこう貿易の取引高とか、うん、やっぱ経済的な交流の規模は大きいので、うん、必然的にやっぱり制裁違反の件数も多くなるんですね、うん、こういう合法取引の中に非合法化取引をどんどん潜り込ませます、ね、はい。ただやっぱり中国経由、あれ中国国内とかですね、で入手しているいろんな貨物のクオリティから言うと、うん、まあ、まあ千差万別ですけども、必ずしもこのものすごいハイグレードなクオリティのものを中国国内で調達しているという感じではちょっとないんです。ただいろいろと私は個人的に、先進国の情報機関などから伺ってました情報では、やっぱりロシア経由で調達する核関連物資とかミサイル関連物資は、うん、ボリュームは少ないけれども、うん、かなりこう洗練された質がいいものが流れているという印象でしたね。うんうん、でまた北朝鮮自身がその裏のいろんなこう物流のブローカーみたいな、そういう、こう役割も果たしているように、ここにおっしゃってますね。もう世界中にブローカーがもう配置してます。他、うんうん、もカバーされてない大陸はないですね。もう南米も含めて全ての大陸にいろんなブローカーがいる。で各々やっぱ役割があるんですね。いわゆる武器の取引をまさにディールを組むための人間がいれば、うん、あるいはその武器関連物資などを含めてさまざまな貨物をこの動かすための海運のプロがいますし、あるいはお金を管理をするまさにマネーロンダリングのプロがいるんですね、うんうん、こういうのはいろんな国々に、まあ、人によっては在外の北朝鮮大使館の外交官、うん、そして赴任して、まあ、外交特権を守りながら仕事をしていたり、うん、あるいは、タイとかマレーシアとかですね、その地元の企業に雇われて、あたかも何か全く北朝鮮じゃないかのようなふりをしながら北朝鮮のためのビジネスをする、うん、結構そういうケースがありましたですね。最近ではこの間コインチェックで盗まれたと言われる580億円相当の、ね、仮想通貨もあれ北朝鮮の犯行じゃないかとか、北朝鮮がなんか世界中でドルの偽札をたくさんばらまいてるとか、いろいろ真偽のほどは定かじゃありませんけど、その辺はそういうことはありそうなんですか。十分あると思いますね。偽札作りというのは、うん、2000年代は結構ありましたけれども、ちょっと私国連にいた時はあんまりもう聞かなくなってましたね。ただ北朝鮮のサイバー部隊ですね、これはやはりかなり訓練されている。特に中国、うん、私が聞いておりました人民解放軍系の中国軍の系列の、うん、ところでやはりいろんなトレーニングを受けた人間が多数いるようでして、うん、見下されがちなんですが、うん、意外にかなり能力が高いようですね。で今国連制裁で北朝鮮は外貨収入源の、まあ、9割以上をもう削減されているはずなんですが、うん、したがっていろんな手を使って他の手段で外貨を獲得しなきゃいけませんから、うん、そのバングラデシュの中央銀行を狙ったり、うん、いろんなセキュリティが弱いその金融機関、途上国を中心、やっぱりそういうところを狙ったりして1回の攻撃で例えば90億円抜くとか、うんうん、いうふうな形のオペレーションが複数回確認されているようですね。これからこういうのはまた頻度はもっと高まると思います。そうすると日本政府としては、まあ、さっきの話とあんまり主体的にやる国が他にそれほど見当たらないみたいだから、日本政府がこうしっかりリーダーシップを取ってやらなきゃいけないってことですかね。私はそう思います。だその日本政府も実態的にはですね、これまで去年までやはり
アメリカの言うことをやはり聞いていたという側面はやはり非常に強かったんです。逆にじゃあアメリカから文句を言わなければ日本としてはまあこの程度いいだろうという、まあ、かなりの妥協があったわけですね、うん、ただ現実問題としてその日本国内にいるいわゆるその北朝鮮の関係者は例えばシンガポールあるいは中国香港海外 の、 その北朝鮮関係者とこうタイアップしていろんなその物金を北朝鮮に流し続けているわけでして、やっぱりそういう海外の国々との協力を強化する、そしてまず そういう東南アジアとか中国台湾とかこういう国々にまずしっかりと取り締まりのための法律を作らせる、うんうん、これが重要なんですね。意外とないんですよ。ですから今も日本は北朝鮮制裁貿易は全面禁輸措置ですよね。だけど今日も平壌には日本製品が大変数多くあふれ返ってるわけでした、うんうん、ですから日本だけがこう独自でこの壁を作ったつもりになっててもさーっと流れてるわけでして、やっぱりこれを積極的に外に出て止めるということをしなければならない、うん、残念こういう取り組みがほとんどはやっぱり日本政府が行っていなかったというのは極めて残念なことでありますが、ようやくこの前のカナダ の、 バンクーバーで開催された20カ国の外相会談、場でそういう能力支援、能力増強支援の協力をいろんな国々にやっていこうという合意がようやくできましたので、これからですね。なるほど。まあそういう意味では日本の安全保障にも関わる大事な問題なので、また今後もこの問題ウォッチしていきたいと。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。